恋愛対象として太ってる女性ってありかなしか。別にありだと思います。体型じゃないんでね、中身とか相性とか性格の問題とか、多分そういうことなんじゃないですか。恋愛対象には一番大事な性格要素は何だと思いますか。 Feeling probably。 まあ僕は別に太ってても、まあ、可愛かったらいいかなみたいな感じです。それには限界ありますか。なんか太りすぎというのもどういうのもありますか。もう こんなんはちょっとかなみたいな、ふくよかぐらいやったらいいかなみたいな感じです。潰されそうなレベルになったらちょっとアウト。ちょっとアウトかな。潰されちゃったらもう元も子もないんで。でもまあやっぱり痩せてる方がなんかいいのかなってある。いい方に捉えたら食べるのが好きとか言うけど。間違いない。めっちゃおデブやったらあれですけど、やっぱ好きだよ、ふくよかみたいな感じの人やったら、まあ一緒にご飯食べに行ったりして楽しいと思います。めちゃくちゃいいと思いますよ。あり。どんな良さ、その醍醐味は何だと思いますか。おっぱい大きい。太ってる女性の彼女ありかなしか。私はないです。その理由はなぜですか。自分が豚やからです。自分が太ってるからです。なるほど。自分の欠点も補ってくれるような相手を探していらっしゃいますか。そうです。なしです。痩せてる方が素敵だと思うので。ここに来て気づいたのは、あまり太ってる人いないなと思ったんですけど、男女ともにですね。それはなぜだと思いますか。みんななんかモデルとかテレビとか見てると、なんかみんな痩せる人がいて、それかっこいいとかかわいいとかで、それに憧れてみんな痩せてる体型が多いんじゃないかと思います。日本文化ではかわいいとか太ってるというのでは特に関係ない、特になんかリンクしてないような見られ方ですか。そうですね。太ってても需要があったりして、かわいいと思う人は全然いると思うので、全然太ってても OK だと思います。太ってる女性の彼女ありかなしか。あ、なしです。外見大事だと思うんで。ありです。太ってる女性と付き合うことの中で、その醍醐味は何だと思いますか。自分の前でいっぱい食べてくれて笑顔を見せてくれたら、それで OK です。一番食べてるのを見たい食べ物は何ですか。大量にたこ焼きですね。太ってる女性の彼女ありかなしか。なしで。なし。太ってるの中にもいろいろあるじゃないですか。お腹がぽっこり太ってるとかだとちょっとなしかなって なってます。でもまあ他だったら別にそこまで嫌いではないですね。ここに来て思ったのは、もしデブフェチの人やったら多分見つけにくいんですよね、日本では。ああ、そうかもしれないですけど、最近でもちょっとふっくらしてる人が好きっていう人は多い気がしてますね。なぜだと思いますか。なんかそのショート動画とかで結構そういう女の人多いからかなとか思ってます。養殖も関わっていると思いますか。ああ、養殖はあんまり関係ないんちゃうかなと思います。よかった。もしやったら欧米人としてちょっと罪悪感。いやいや、そのでも美味しいんで、洋食大好きです。全然ありですね。80キロぐらいが限界ですかね。まあ、できれば痩せてた方がいいですけど。でも痩せてる方が理想です。ありで。まあ、太ってる彼女がいたら、その醍醐味は何だと思いますか。抱き心地ですかね。ありです。別に太ってるからって見た目にはこだわらないんで。それよりハートですかね。そうですね。女の子に一番大事な性格要素は何だと思いますか。人の悪口を言わないところです。まあなしではないって感じですかね。でもちょっと微妙な感じですか。そうですね。あまりにもちょっと太ってたらちょっと嫌かもしれないですね。ありですね。見た目は置いといて、やっぱ性格重視したいんで、優しい性格してたらそれでいいですね。女の子には一番大事な性格要素は何だと思いますか。やっぱなんか自分の趣味とか認めてくれる人がいいですね。認めてもらいたい自分の趣味は何ですか。車とかスポーツカー、そういう系ですね。かっこいいですね。一番好きな車とかありますか。13シルビアです。日本語と関係している質問なんですけど、太ってるあのという言葉以外には、あの太ってる人を指す言葉ありますか。ふくよか。でもふくよかが一番いい感じに言ったらふくよか。それはちょっとポジティブな意味合いもある感じ。まだ太ってるっていうか、ふくよかの方がまだちょっと褒めてる感じになる感じの言葉です。そして逆にネガティブな意味合いのありますか。まあデブとか豚とか、そんなに。それは例えば上司に言っちゃったらちょっと危ないですか。危ない。危ないどころじゃなくて、もうクビになっちゃう、飛ばされちゃうかな。
デブという言葉をどんな場面で使いますか？今はもう正直使わないですけど、子供とかは体でかい人見たらデブやデブやとか言ったりとかしてる感じですかね。そういった言葉が、まあ、時代とともに使いにくくなっちゃった感じありますか？なんか今欧米のことを考えてるんですけど、いろいろポリコレとかコンプライアンスとか、そのなんか多様性とか、これを言ってはいけないんですよみたいな風潮あるんですけど、日本も同じですか？そうですね、そんな感じですね。今はもうあんまり使うことはないかなと思います。日本社会では人が太っちゃったら指摘していい、特にはタブーじゃない感じですか？自分が気にするんですよね、多分女の人は。だから言うじゃなく、もう自分から率先してダイエットする人多いんで。なんか指摘されたからじゃなくて、自分の中から、あ、痩せていこうな、指摘するのがタブーなんで。日本人太ってるねみたいなしたら居場所なくなるんで。今はアイドルとか TikTok とか、その自分の外見を見せてお金を稼いだりする文化が増えてきているので、やっぱそういう画面の中だと痩せてる人の方がやっぱファンとかも増えるかなって思うんで、そういうとこでやっぱみんな痩せないとってなっちゃうと思うっす。太ってるアイドルなんかいますか？ いるとは思うんですけど、そんな確かに有名なとこで言われたらあんま分かんないですね。ああ、肥満そんな指摘したアウトやと思います。ああ、なるほど。やっぱり失礼。はい、失礼なんじゃないかなと思います。彼女さんが太り始めたんですけど、最近優しく伝えてあげたいんですけど、どうやって伝えればいいか、困ってる人にアドバイスありますか？一緒にご飯食べるときに控えめに控えめにしたらいいんです。彼女さんの食事を自分のプレートに密かに移して、できるだけストレスをなくなすようにして、それと食事を知らない間に制限してあげるという。食べるものを逆に作ってあげるとか、料理してあげるとかがいいかなと思います。今日はサラダだよとか。そうですね、一緒に運動してあげた方がいいですね。運動を一緒にしようよみたいな感じで、ちょっと体を動かすとか、そんな感じですかね。一緒にジム行ったり運動しよう、俺最近ハマってるからみたいな感じで。太ってみたいんですけど、何を食べればいいか、困ってる視聴者さんに何かアドバイスありますか？ハンバーガーめっちゃ食ったらいけますね。太ってる女性の強力なももの間に挟まれたい人にメッセージありますか？あります。みんなでももに挟まれよ。太ってる女性に顔を座られたい人にメッセージありますか？ももえ、ま、なん、なん太ってる女性に顔、いや、まあそれは個人の趣味だと思うんで、座られてください。石破さん、いい加減に能登の支援にお金出してちょうだい。ありがとうございます。If you're weird enough to enjoy these videos and you want to support the channel and help me make more, please leave a donation at the link in the description. And as always, thanks for watching. Subscribe to Interview in Japan. Subscribe to Interview Japan. Subscribe to Interview Japan.